はい、皆様、聖霊とリバイバルというクラスにようこそ、出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。お祈りします。天国の父様、今日こうして三位一体の3番目の人格聖霊を、勉強して、またリバイバルを、聖霊を通してのリバイバルを勉強していること、どうか導いてください、助けてください。聞き手一人一人、もっとこの、風に、成長できるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は第2課、教科書を開いて第2課に、開いてください。第1課は聖霊はどういう方ですかというところでしたね。第2課は、聖霊と救い。聖霊は大いに救いに関する働きをなさっています。それを今日勉強したいと思います。では初めにというところをご覧ください。あなたは救われた時、聖霊は何をなさいましたか。実は聖霊はあなたがイエスを信じる前からあなたを見守っておられました。また聖霊はあなたの救いに大いに関係がありました。赤ちゃんが生まれる時、母と医者と看護婦は全員努力すると同様に、イエスと聖霊と父なる神はあなたの神性にいろいろなさいました。では未信者に、また救いの時に聖霊は何をなさいますか。Okay、たくさんの箇所ありますから、いろいろ開きたいと思いますが、まずね、1、聖霊と罪人。聖霊と罪人ですね。ローマ書1と2だけですけれど、1は聖霊と罪人、2は聖霊と救いの時です。じゃあまず聖霊と罪人。聖霊は罪人の何をしますかね。まず A。聖霊はすべてを作られた。創世記1章2節と3節。創世記1章2と3。聖霊様はね、聖書、旧約聖書の初めから教えられてます。最初から教えられてます。それをじゃあ今読みます。1章の2節と3節。まあ一節から読んでもいいですけどね。一節から、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いに、大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を、動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。だからもう神の霊と書いてありますね。まあ、御霊と日本語にしてもいいですね。御霊というのは、そのミットは敬語で、やっぱり聖霊様のことを言ってますね。不思議に、旧約聖書にね、聖霊の言葉、まあ、聖霊という言葉は出ないんですけれど、霊、神の霊という言葉はたくさん出るのに、ユダヤ教は聖霊の存在を教えないんです。ユダヤ教によると、父なる神しかおられません。そして聖霊は父なる神がご自分を表す一つのお名前なんですね。ですから、ユダヤ教は聖霊を信じません。まず次の箇所ね、詩編104編ですね。詩編104編29と30。詩編104編29と30を読みします。あなたが御顔を隠されると、彼らは、おじまどい、彼らの息を、取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが、御霊、今度は御霊ですね、東方に訳されました。御霊を送られると、彼らは救われます。
またあなたは地の思ったよ、新しくされます。じゃあここではっきりと御霊はお作りになりましたね。じゃあ神様ですね、御霊は神様です。全てを作られた、人間を一人残らずお作りになりました聖霊様です。また地球をお作りになりました。まあ神をね、分けることできないですね。だから、神様はお一人で、イエス様は神、聖霊は神、父なる神は神。これはただ3つの性格でご自分を表しています。3つの別々な人じゃないんです。イエス様はここですけれど聖霊はいないと言えないんです。父なる神はここですけれどあそこではないと言えないんですね。神様はお一人ですね、okay。じゃあしかし聖霊様はその一つの人格、性格と言いますね。じゃあ B、 聖霊は全人類を守られる。ネヘミエ書9章6節。エズラの後ですね。新改訳聖書なら旧約聖書の第2番なら747ページですかね。ネヘミヤ、違う、9章だから、9章6節755ページを読みします。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上にのすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。9章の6節ですね。でこれは神様の霊に関する話ですね。全国関係を見るとね、コロサイ書1章16と17、最初1章16と17、お読みします。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も王権も主権も支配も権利も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。で17節、御子は万物より先に存在し、万物は御子によって成り立っています。まあ、ここに、聖霊とはここに出ないですけれど、ある写本に聖霊という言葉は出ますね。で聖霊は、全人類を守られる。でイエス・キリストはここに御子と書いてありますけれど、すべてを見守ってます。言ったように分けることできないです。御子は守ってるといえば、じゃあ聖霊も守ってるという意味ですね。分けることできないですね。じゃあもうちょっと、救いについてね、ですね、聖霊と罪人、まあ、僕は、バングラデシュに行ってきましたけれど、その国の、もう貧しさ、その国の、もう残酷さを見て、それでも聖霊様はおられます。テサロニケ書によると、ある方は地球から、まあ、地から捕らえられるという箇所ありますけれど、それは、空中再臨の時に聖霊様は心の中におられる。聖霊はいなくなるわけです。その意味でね、まあもちろん神様は偏在でどこにもおられますけれど、聖霊様はいなくなる。その意味で信者の中にいなくなる。でバングラデシュでは信者たちは、もう笑ったりして、いつもニコニコして、挨拶してくれて、でその病院と教会の地域の外に行けば、みんなもう寂しそう、もう
心のこう寂しさ、悲しみが顔に出るんですね。そういう国ですね。聖霊、なぜですか？聖霊様はあまり働いておられません。クリスチャンはとても少ないですからね。はい。OK。じゃあ、C。聖霊は罪人に罪を認めさせるというところですね。これは、未信者についてとても大事なところです。聖霊は、罪人を、罪人に罪を認めさせる。いろんな箇所ありますけれど、まずヨハネ伝16章。この箇所は聖霊の教えに関して、とても大事です。ヨハネ伝16章。7節から11節までですね。お読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のものを元に行きあなた方もあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてはこの世を支配する者が裁かれたからです。じゃあこれによるとはっきりと聖霊様助け主ですね。また他の訳は慰め主という翻訳できますね。聖霊様は罪を認めさせます。日本に来る前に私は一冊だけじゃないけれど、とても有名な本、英語の本読みました。日本についてですね。The Chrysanthemum and the Sword。Chrysanthemum ね、これは天皇陛下のお花。忘れちゃった、日本語で。何ですか Chrysanthemum、丸くて、昔のコインにあったとか。とにかく、菊かな。この菊と刀という題だったかな。とにかくその本には、第二次世界大戦で日本の研究したアメリカ軍隊のために研究した学者が書いた本です。アメリカにいてアメリカにいる、在米日本人たくさん、インタビューしたりしていろいろ日本についての本を読んだりして、この本を書きました。アメリカの軍隊のために日本人はこういうものだという本を書きました。これはアメリカで日本についての本なら一番有名かもしれませんね。でその著者は、学者ですね。で私はこの本を読んで一つ教えられたことは、日本人はあまり罪のことを考えないです。かえって日本人は、恥を考えます。これを読んだんですね。ああなるほど、じゃあこれを使って一応じゃあ伝道で頑張りましょうと思ったんです。日本に来てしばらく数年間はそれを信じ込んで、ああじゃあ日本人は、罪を信じないで、日本人は罪を考えないで、日本人は恥だけ、恥ずかしい恥ずかしいとこれだけ考えます。一つの証拠として、罪人という言葉は振り仮名をつけないと日本人は罪人と読みますね。そしてそれはやっぱり刑務所に入る人ですね。犯罪を犯してた人は罪人と言いますね。確かにそうです。しかし一つだんだん気がつきました。伝道するときに子供に罪と言わないんです。子供は罪という言葉を知らないらしいです。あまり知らないですね。罪とは何ですかわからないです、日本人の子供はね。そうしたらね、悪いという言葉を使うようになりました。悪い、罪を犯したことはありますかと言わずに、伝道するときに、君は悪いことしたことある？
必ず子供ははいあると言います。恥ずかしいことしたがあると言わないんです。悪いことしたことがあると言うんですね。これによって、あ、じゃあ今度大人に使います。英語ではね、 bad という言葉、 are you a bad person、 あなたは悪い人ですかと言ったら、これは子供の言葉です。大人だったら sin という言葉を使います。子供だったら bad thing、 I did a bad thing、 僕悪いことしたと子供は言うんですね。しかし日本語はそうじゃないでしょ。大人にでも悪いことと言ったら道徳的に悪いと分かるんです。あなたは罪を犯したことはありますかと日本人の大人に言ったら、いやないですよ、ないと言うんですね。だって私は犯罪人じゃないという感じです。でも悪いことしたことありますかと言ったら、大人も、あ、はい、そうですと言うんですね。これは聖霊様の働き。日本人も罪を感じます。罪と呼ばないで悪いことと呼びます、ね、同じこと、悪いこと、道徳的に悪い、神様の律法を、破ったことがあるという意味になりますね。だから僕がアメリカで読んだ本は、菊と刀という本は間違ってました。その学者は日本の社会あまり深く知らなかったんです。日本に住んだこともないし、日本語そんなに上手じゃなかったらしいし、英語で人をインタビューしましたから、恥ずかしい、これは一番大事だと思ってきましたね。まあ確かに日本人はアメリカ人より恥とか恥ずかしいとかね、英語の embarrassed とね、英語で ashamed と日本人はアメリカ人より使いますけれど、それだけ使わないんですね。日本人もやっぱり罪の感覚があります。それはなぜですか？聖霊様の働き、聖霊様は働いておられます。次の箇所はね、罪人に罪を認めさせる、第一コリント14章を開いてください。第一コリント14章24と25節。しかしもし皆が預言をするなら、信者でない者や、初心の者が、入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密が表されます。そして神が確かにあなた方の中におられると、言ってひれ伏して神を拝むでしょう。じゃあこの箇所によると、神様は罪を認めさせる。まあそれはさっき読んだ箇所によると、ヨハネ伝によると、聖霊様、神様は聖霊様という人格で人間の罪を認めさせますね。第2コリント3章第2コリント3章8節と9節を読みします。まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。じゃあこれもやっぱり御霊の務めは何ですか？罪に定めることね。ですから伝道するときに私たちはやっぱり自信を持って伝道できます。聖霊様は一緒に働いておられます。私の伝道方法では、個人伝道をやりながら、あるところであなたは悪いことしたことありますかとお聞きします。で自分はあると、まず私は小さい時から悪かったよ、あなたもどうですか、悪いことしたことありますかと、こういう優しい言い方で罪を認めさせたいですけれど、その時聖霊様は働いておられる、なら分かってきます。相手は、はあ、ありますよとこうなりますね。大体もし相手はね、いや罪、いや悪いことというかと、こういう態度だったら神、聖霊様は働いていない、または相手は聞いていないんです。聖霊様の御声に聞いていないんですね。聖霊様は罪を認めさせますね。この C の1ご覧ください。罪人に、
罪深い状態を感じさせる。罪人に罪深い状態を感じさせる。こう人は泣いたこと、僕は見たことあります。罪を犯したことある、悪いことしたことあるという聞くときに涙は出てくること、僕は見たことあります。これは聖霊様の働き、認めさせるんですね。その罪深い状態は私は悪いですねと感じますね。2番、聖霊は聖書を通して罪を示す。テトス1章9節。テトス1章9節。これは聖霊様の働きですね。聖書を用いて罪を認めさせます。お読みします。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていけいなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるのです。ここですね。聖書は反対する人たちを正したりすることができるのです。じゃあ聖霊様は一緒に働いておられたら、相手はまず、いや、悪いことしたことがないと言ったら、本当ですか？私はいろんな悪いことしたことありますよ。小さい時は泥棒したりして、嘘をしたり、そんなことないですかと。その時、聖霊様は相手を正してくださいます。聖書を通して。だから、例えばローマ書3章10節、義人、聖書によると、義人はいない、一人もいないと。聖書によると私たちみんな悪いことする、あなたはどうですかと、こういう聞くと聖霊様は一緒に働いておられるから相手を正してくださいます。ああそういえば、あるねと、こういうふうに認めさせますね。 OK、じゃあエペソ書6章17節。エペソ書6章17節。お読みします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の御言葉を受け取りなさい。じゃあ聖書は神の剣ですから、聖霊の剣ですから、聖書は、聖霊様は聖書を使って人に罪を認めさせますね。ヘブル書4章12節も神の剣についてですね。ヘブル書4章12節、これも神様の、剣についてで、聖書は神様がお使いになる、聖霊がお使いになる剣です。お読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、こう書いてありますね。魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。じゃあ聖霊、神様は、聖霊様は聖書を使って人の心を探るんですね。いや罪犯したことないという人は、聖霊様は御言葉を使って、じゃあ義人はいないと聖書は言うんですけれどと、その時聖霊様はその言葉で、御言葉で人の心を刺しますね。僕は大学時代、姉はその大学、ボブ・ジョーンズ大学の大学院でスピーチ、また芝居を勉強してましたから、私は、知られてしまいましたね。その監督、その一つのシェイクスピアの、ロミオとジュリエットの、芝居あるんですね。その大学はね、ものすごいもう立派なステージがあって、一流の、芝居できます。で、その監督は、私はね、ステージクルーという、ステージのいろんなものを動かしたりする仕事があったんですね。で、その、監督は私を見て、私ともう一人は剣で遊んでました。この剣というのは全然鋭くないもの。全然鋭くない、ステージだけ、芝居だけのためですね。で、遊んでましたね。はい、ジョン・ハインズですね。はい。じゃあ
ロミオとジュリエットの、芝居に出ませんかとね。で、私はロミオではなかったんです大事な、大事な役じゃなかったんですけれど、言える言う言葉はね、はい、ボーイ、レディ、はい、準備できたと、これだけですけれど、しかし、その第一シーンの、あの剣の、あの刀の、喧嘩に出ました。ですから、本物の、あの刀、よく知ってる先生に教えられてましたね。そして、ボブ・ジョーンズ大学は一流のステージだから、ちゃんとスペインから本物の両刃の剣を取り寄せして、ね、もうすっごいものでした。ただ一つの問題ありました。重すぎました。二つの問題ありました、実は。一つは重すぎました。取って、はい、じゃあ準備完了、じゃあやって、カーン、うわー、カーンと重すぎて、あまりリアルに見えなかったんですから、もう一つは本物だったから、鋭くてね、相手を怪我させる可能性あったんですね。そういう本物の剣を持って人を刺すとどうなりますか死ぬでしょ。相手はあれ信じないよ、あれ本物じゃないと思うよと刺せば信じるかどうか関係ないです。聖書もそうです。聖書は本物の霊的な剣です。相手はいや聖書信じないよと言っても、しかし聖書によるとこう書いたら言いますよと言うべきです。相手は信じるかどうか関係ない、信じさせるんですよ聖書は、ね、じゃあ続いて3番ローマ筋の1-3-3、ペリクスは自分の罪を感じて恐れた、使徒の働き24章、ペリクスという人ね、24章24-25、お読みします。数日後、ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきて、パウロを呼び出してキリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロは正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい。檻を見てまた呼び出そうと言った。でも後で呼び出しませんでした。これでやっぱり罪を感じましたけれど信じませんでしたね。そういう可能性もありますね。4、イエスを殺したユダヤ人も罪を感じた。使徒の働き、使徒2章開いてください。使徒2章36-37、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。この人たちはっきりと自分の罪を感じてますね。聖霊様の働きです。 D、 ローマ数字1-D、 聖霊は罪人をイエスを信じる信仰に導かれる。創世記6章3節、創世記6章3節、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らは、一節だけですよね。いや、神の霊はいつまでも宿らない。というと、じゃあやっぱり信じさせようとしてます、聖霊はね。ヨハネ伝6章44節、なぜ宿ってましたか、信じさせようとしてましたね。ヨハネ伝6章44節、
みします。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。しかしは私は終わりの日にその人をよみがえらせます。じゃあ神様は罪人を引き寄せられています。それは聖霊を通して人を引き寄せますね。人は心の中で信じたいなという気持ちを与えられますね。その D の後半、聖霊は人間を神に近づかせる。これはイエスを通してである。ヨハネ伝12章32節、聖霊はイエスキリスト様を大事にして人を呼び寄せますね。12章の32節。お読みします。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。これはすべての人と書いてありますけれど、どういうふうにですか？自然界を通して神様は、それはね、自然刑事と言います。空を見て、星は素晴らしい、綺麗だな、神様作ったかなという時、それは聖霊様の働きです。全世界で聖霊様は働いておられますね。信じる人は少ないところでも聖霊様は信じさせようとしてますね。自然界を見て神様の存在を信じて、それから神様を求めるように聖霊様はさせますね。まあ時間はどん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 なくなってますから、じゃあ今度は、いいですね。聖霊は罪人にイエスの真理を教えられる。罪人にイエスの真理を教えられる。第一コリント12章。3節。12章3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのではなければ誰もイエスは主ですということはできません。じゃあイエス様を大事にします。聖霊はイエス様を大事にしますから、イエス様の真理を教えられます。一回うちにエホの証人が来た時、私は、その人にイエス様の、ことを教えたらね、私はこう言いました。オタクエホバの証人はいつもエホバエホバと言ってますけれど、イエス様のことはあまり言わないんですね。私はキリストの証人です。そのエホバの証人の方は、じゃあ私もキリストの証人になろうと言いましたね。じゃあこれでローマ数字の1終わりました。ローマ数字の2、時間あれば全部勉強したいですけれど、全部の箇所を引けられないかもしれない。まずね、聖霊と救いの時、その救いの瞬間、聖霊さんは何をやってますか。 A、 聖霊は信者に神性を与えられる。これは神性、すなわち新しく生まれることである。神性と言いますね。 New Life ね。ヨハネ伝3章、もちろんヨハネ伝3章はこれを詳しく説明してますね。イエス様ご自身は説明されましたね。3章5節と6節。イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、水と御霊ですね、神の御国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。見た目によって生まれたものは霊です。じゃあ聖霊様は神聖を助けられます。これ後世ですか、僕は自分の書いた言葉を忘れた。後世や後進とも呼ばれている。テトス三章五節。日本語って難しいね。日本語の漢字はテトス三章五節。
神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみのように聖霊によって神聖と更新出ましたね。更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。ローマ書12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち神が良いことで、神に受け入れられる、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。じゃあ自分を変えなさい、そして聖霊様は変えられてくださいますね。はい、その両方ですね。第2コリント5章17節。第2コリント5章17節。私たちはまたも、自分自身をあなた方に推薦しようと、これです。違う。17。ごめんなさい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべては新しくなりましたね。イエス様を信じる瞬間、すべては新しくなります。B、聖霊は信者の姿を変えられる。第2コリント3章18節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊による主の働きによるのです。じゃあ聖霊様は私たちの形を、姿を変えられますね。次のページ C。 早く言わないと終わらない。C、聖霊は信者に神の救いの証印として与えられる。エペソ1章13節。お読みします。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを、信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。これは象徴的に聖霊様は印鑑、神様の印鑑だという感じですね。一世紀ではワックスに指輪を押して印鑑のようにしたんですね。そしたらね、聖霊様は私たちの心にお入りになって、あ、このものは神のものですという証拠になりますね。聖霊様はそういう働きをなさってますね。第2コリント1章21と22。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。じゃあ信じた瞬間聖霊様はお入りになります。 D はね、それですね。お入りになって、証印になって、それかその時から聖霊は信者の心に滞在するようになる。聖霊様はここに信じ生きておられます。ここに住んでおられますね。ヨハネ20章22節。そしてこう言われると、彼らに息を、吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいですね。14章16と1714章は今読んだ20章の箇所を予言しています。14章16と17。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。
その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。この方は真理の御霊です。まあここまででいいですね。聖霊様はその時から弟子たちの心に滞在されてましたね、聖霊は未信者の心に滞在されない。ヨハネ14章17節、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方をも見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。具体的にこれは一つ信者はよく迷うところに、解釈できます。時々信者はねこう言います。悪霊は私の心に入ることできますか？できないんです。できません。聖霊様いるから。悪霊は聖霊様のいるところに入りませんね。入ることできません。だからクリスチャンは悪霊に、占領されることはないんです。影響される可能性ありますけれど、心に入りません。聖霊様はもういるからですね。 E、 ローマ数字の2の E、 聖霊は信者の心をご自分の宮とされる。第一コリントお入りになって宮とされるね。3章、第一コリント3章16と17、第1コリント3章16と17、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？でも、もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人のを滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。私たちは神様の神殿、神様の宮ですね、6章19と20、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？19ですね、20節もね、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。だから僕はタバコを吸いません。だから僕は酒を飲まないんです。だから私は麻薬をしないんです。この体は僕のじゃないんです。神様の持ち物ですね。聖霊様の宿るところです。だから悪いことしていけないね。この体を壊した方がいけない。まあ食べ過ぎる時ありますけれど神様の身をちょっと太らせてしまいましたけれど、それも良くないと思いますが、頑張りましょう。 okay. F、 聖霊は信者をイエスの体である教会にバプテスマされる。第1コリント12章13節、どういう意味ですか？これは難しい箇所です。第1コリント12章13節。なぜなら私たちも皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。このバプテスマは水でバプテスマという意味じゃないんです。一つの体に、バプテスマされたというのは、世界中のクリスチャンの仲間になったということですね。イエス様を信じて聖霊は心の中に入って、聖霊様はみんなを一つの体に入れる。ですから本物のクリスチャン、ただ外面的にただ文化がキリスト教だけということじゃなくて、本物のクリスチャンならみんな一つの体
キリストの体の部分ですね。素晴らしいですね。バングラデシュに行って、私の泊まった建物の隣に、業者たちは新しい建物を作ってました。小さい建物ね。そして一つ不思議に思ったことは、日本人とアメリカ人のように手でレンガを持つんじゃないです。頭の上に持って歩きます。すごいと思いましたね。僕だったら全部もう落ちて、あ、痛い痛い痛い、もう痛い目に遭うと思いますけど、持っていってね、これをね、メッセージでベンガラヤシ人に言いました。教会は一つの建物です。皆さんは一つ一つのベンガです。それはもう一つ聖書の中に出る教会という象徴ですね。建物です。ここでは、一つの、体です。教会は一つの体です。私たちは一人一人その体の中に入れられていますね。そういう意味で、そういうバプテスマを受けましたね。体の中に入るバプテスマですね。じゃあ、G。聖霊は信じる罪人のを神の子供にされる。ローマ書8章23節。ローマ書8章23節。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくことを、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。Okay? ですから、神様の子供とされます。御霊の発砲と書いてありますね。それは私たちですね。子にしていただくことと書いてありますね。H、聖霊は信者を罪から自由にしてくださる。罪から自由になりますね。詩編51編12節。もはや罪の奴隷になってはいけないです。クリスチャンはね。51編の12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように、ね、これは聖霊ですね、okay、ローマ書8章2節、自由にしてくださいます。もう罪に使える奴隷として生きる必要はないです。ローマ書8章108章2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。自由になりました。最後にローマ数字の2の愛、イエスの血によって義としてくださる。第2コリント3章、聖霊様は私たちを義と義人にしてくださいます。義としてくださいますね。第2コリント、3章8節と9節。まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。じゃあ聖霊様は栄光を持って私たちを義にしてくださいますね。正しい人にしてくださいます。素晴らしいですね。本当に最後にというところをご覧ください。聖霊は罪人のためにこのようにたくさんのことをしてくださいますから、証しをする信者は聖霊に頼るべきです。聖霊の助けなしで誰も救われることができません。だからもう証しするときに、伝道するときに聖霊様に頼りましょうね。はい、とても大事ですね。ではお祈りしたいと思います。
天国の愛するお父様、聖霊様を感謝いたします。私たちの心、今私たちの心におられること、滞在しておられることを感謝いたします。どうか罪から守り、個人伝道を助け、毎日、ギッとしてくださるようにお願いいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。